経営の目的は人づくり。永続はそのための目標である。同系一体の人生づくりと経営。第十九講義。心身の相互関係。おはようございます。今日も同系一体経営言論に基づいて、同系一体の人生づくりと経営を学んでまいりましょう。今日は第十九講義。 第2項「心身の相互関係」ということで92ページから95ページとなっております詳細の方から今日のテキストはプリントアウトできますので PDF で印刷をかけてそれを見ながらやっていただくとより一層理解が深まると思いますまたプリントの方にはですね色付きで、えー、線を引いてあります私の講義はこちらのプリントに基づいて進めさせていただきたいと思います えー、よろしくお願いしますそれでは始めましょうさあ今日のですね心身の総合関係ということですけれどもこれは同経一体経営言論の精神と肉体という第2章の第1節の内容の一部なんですねでなんいきなり聞いた人はなんで経営の本の中に心身の総合関係なんていう項目があるのかっていうことなんですが これはですね、この「品性資本」という第2章の中の説明にあたっては非常に重要なんですね。つまり人間の精神,で精神とは心の働き心の持ち方それが人間の肉体そして行動に大きく関係していくんだよというのがこの同型一体の重要なポイントになりそして経営者にとっては自分たちの会社経営にも関係していくということですよね。 ですから本当にね、人間学ですよね。それでは本文に入りましょう。プリント、テキスト、用意してください。さあ本文を読みます。ゆっくり読みます。人間を精神と肉体とに分けて考えることができますが、両者があって初めて人間と呼ぶことができます。この両者には密接な相互関係があり、精神と肉体ですね。 精神が肉体に大きな栄養影響を及ぼすとともに。肉体も精神に大きな影響を与えます。って言うんですね。まあ、ここは、まあ、そのまま素直に。受け止めることができますよね。人間の精神が肉体に及ぼす影響っていうのは。いろんなストレスをはじめとして、それはその通りだな。ということはわかると思います。そして、こう書いてあります。ただね、面白いのは、その。三行目からなんですよ。 しかし精神こそが人間の本質であり精神って何でしたね精神っていうのは心の働きや心の持ち方ですよね心の働きや心の持ち方こそが人間の本質であって人間はその精神を自由自在に使用することができると広池は言いますって言うんですよここポイントですね色つけてますよね文章に人間は その心の働きを自由自在に使用することができるってどういうことでしょうかっていう話ですよね。こ皆さんどうですここ,ここものすごく重要ですね。ちょっと文章そのまま読んでいきましょう。 精神が肉体に勝るのは例えば病気に際しての医療や薬品を考えればある程度理解できますということでここでですね医療そして薬と病気そして医者この話に入ります。医療法どんな治療をするかそれから薬薬品そのものが肉体の病気に対する治療効果を持つのはそれはよく分かっていますよねと。 治療にあたる医者の知識技術や道徳性が高ければ治療法や医薬品の効果はさらに高まるって書いてあるんですよ。だからこそ「医は昔から人術である」ね後ろから4行目色をつけてますが「医療は人術である」「人」って何ですか っていう「胃は仁術である」と言われていましたけれども来ましたけれども広池によればという書いていて医者の医師の医者の道徳性すなわち仁の程度が高ければ治療の効果は高くなるしたがって医者は自分の道徳性を高めなさいということなんですね。さらに広池竹郎の言葉をそのまま読んでみましょう2段目ですね。 現代の医師は、まあこれ今日ね病院の先生が聞いてらっしゃったら、そんなことあるかと、まあ一言物申したくなるかもしれませんが、学ん一緒に読んでみましょう。こう言ってます。現代の医者は、医師は、かかる深遠な、こういうね深いところの意味を知らず、 ただ単に物質的薬剤のみが功を奏するものと誤解しておってその意思の精神作用がその製剤に含むところの私精神によって功を奏するものであるということを知らぬのであります。ここれどういうういとでしょうね先ほど言ったようにねこれは昨日の話にも関わってきませんか皆さんちちょっっとこれね立ち止まってご自身の仕事もしくは現場 そしてお客様対お客客客、様様、対接これにちょっと置き換えて考えてみませんかねえ例えば心からお客様の役に立ちたいなという気持ちになっているですよ。気持ちになっている社員さんがお客様に接客する時ってどうでしょうね物を売るにしても例えばスーパーマーケット ね、もうなんかスーパーマーケットばっかり話をしますけどねスーパーマーケットの売り場でお客様がお越しになられた朝品出しをしている忙しい、ね、出す方は品物を準備する方は早く出さなくちゃいけない上司から早く出せって言われてる早く出さなくちゃいけないしかしお客様がその時入ってこられたでその時にですよどうでしょうねまあ早く出さないかんっていう気持ちになっている場合とお客様 お客様にね喜んで「わあこんなに美味しい今日はレタスが入ってるこれお客さん食べたら喜ぶだろうな」という気持ちこれほんのちょっとした違いでしょほんのちょっとした違いですけれども矢印がお客様のためにっていう風な気持ちになっている時と「はあ、もう早く出さないかもううるさかもうあの上司」って思って出してる時ってこれ結果ね天地の差が変わりますよね。どううでしょう お客様いらっしゃいませ。って今日このレタスおいしそうやねとあおいしいですよ。どうぞお食べください。すいません。失礼します。商品の品出しまた続けますので、もしよかったらあの何かわからないことがあったらいつでも聞いてくださいねって次々出てきませんか。ね。人間はその精神を自由自在に使用することができるんですよ。自分でそれを使うことができるんですよ。しかしほとんどの私たちはね。 左右されてませんかねえ難しいですよね。しかしね経営者の皆さんそれね会社経営ってそういう人間を何人使うんですか何十人使ってるんですかその全ての人に精神があるんですよ心という働きがこれをねまとめてお客様の方に向けるもし向いたらどうでしょうね どれだけ素晴らしい店がでできるでしょうねね、接客飲食業もそうじゃないですか商品のねどんな風なビジネスモデルでどんな風な商品を提供するかということをね必死で考えますよね経営者はしかしそれを提供する提供するね従事する社員さんや従業員さんたちが自分の心にとらわれて 例えばね人間関係夫婦喧嘩をしてもムカムカしてるとかもう職場の人間関係が嫌な関係になっていたりとかいう中で美味ししいものを出せるででょうかって話なんですよ。これ全編にわたって出てきますねこの「品性資本の精神と肉体」のところにねこれをこの広池竹郎は「医者の人術」っていう言葉を引き合いに出して医者の道徳性が高ければねっ つまり患者さんに対して「頑張れよ」って「よくなれよ」って何とか何とかいいものをねお前にありするからなっていう気持ちが高ければ治療の効果も高くなると言ってるわけですよ。納得できますよね。そしてその3段目4段目には製造つまり製薬をね作る人たちも「大事ですよ増徳心」って書いてます。 ね、4段目1234段目にね線を引いて色をつけてますね読んでみましょうかこう書いてます「古代における制約は古代じゃなくても今でしょう今でもでしょうねいや今ではないかもしれません」昔薬「昔制約そもそも制約薬,薬を作るっていうのは、ね、根本精神を死精神に置いていた死生って真心」「このお薬で」 っていう気持ちで、この薬で私たちは薬を通じて人助けをしようっていうようなね真心を持った私精神を基礎としておったっていうんですよ。緑のところね3、2行目の終わり「製薬の工場にはだから製薬の工場には必ず神もしくは仏を祀ってその製造・従事者はある一定の製薬期間は日々決済して決済ていうのは身を極めてね 苦情にしないで、上位、綺、ね、麗な清潔な衣を着て、これに従事したって言うんですよ。従事したって、薬をね作る、わかりますか薬を作ることに携わっている古代の人たちというのは、ね、その薬を通じて人を助けるという行為、 人助けをするんだよと自分たちは薬を通じて人助けをするんだよっていう気持ちをねしっかり持ってたから身を清めてそして清潔な服を着て、まあ、白のねそれで薬を作ってたって言うんですそれほど精神と物質は深い関わり合いが生まれてくるんだよっていうんですよ。これはね そのの最後,の行最後の段落に書いてますよねつまり精神が治療される人間の肉体にさえ大きな影響を与える意思、ね、つまり医者と患者の関係そして薬と病気の関係人間のこれはね薬,の薬がねどうこうって言ってるんじゃないんだよ医者がどうこうって言ってるんじゃないんですよと。 人間の精神は肉体に対して強い影響力を持ちその力は時には肉体が精神に及ぼす力を超えるって言うんですよ。ね、つまりこの薬を通じて本当にお客様に、ね、お客様を救おうつまりお客様とか言いませんに人を救おう病をね病を治そうっていうようなねイメージしてくださいそういう人間の集団が薬を作ってるね イメージをもう出て出てくる薬はもうその時すでに万能薬くらいの気持ちになりませんか。ねそれを広池竹郎は言ってるんですね、うん。非治療者、治療を受ける側の終わりから3行目。非治療者の精神がどうであれ、薬品や治療法自体にある程度の効力が、 ああるのは言うままでもありません。ただ効力というのは薬の効力には治療者や非治療者双方の道徳精神が深く関わりそれによって高く効果も高くなれば低くもなるのですって。分かりませんかね昔ね私もねあの死んだおばあちゃんからね「あのこれはねすごい薬なんだよ」って言ってね 苦いの,の前さんこれはねなんかね昔のこれをコネコネしてねって言ってグッて飲んだらいっぺんでね良くなったんですよ。すごいなとこれねこれは噛んだらダメだよってそのまま飲み込むんだよ飲み込む時にうわー苦い何これそれはもうね万能に効く薬だからねって言われて飲んだことから飲んでたことがあるんですよ。 ね、頭痛の時にも何の時にもそれ何だったと思います精露がんだったんですよ <laughs> しかしね僕はおばあちゃんのことをものすごく心からね尊敬して信じてなんですよ「ねただしげちゃんこれを飲みなさい」って言われて「おばあちゃんがこんな風にして言ってくれてんだおばあちゃんはすごいよおばあちゃんなんだおばあちゃんがすごいって言ってる薬は絶対効くんだと思って飲んでたら頭痛でも頭痛に効くあれはもちろんお腹が痛いのは治りますよね。 しかしね、頭痛でさえも治ったって、これどういうことでしょうね。信じる者は救われた。ねこれがね、まあ、これはちょっと極端なあの事例ですよ。しかしね、皆さんね、病は木からとも言うじゃないですか。しかし病,の病は木からですよ。もちろんその木ってね、自分でどうにもできないような時もありますよね。その時にもしお医者さんがね、 あの病院の先生が大丈夫ですよって信じてねこうすれば必ず良くなりますからって言ってくれてるのとそうではないのでは結果も全然変わるんですよそして薬を作る側もただ仕事の一環として労働の一環としてやるんではなくて私たちが作るこの薬がね誰かが飲んだ時に病の時に飲んだ時になんとかね治ってほしいよね。 いうようなそういう精神を持ってその薬というものを作れば結果物質にその精神や魂が入り込んでいくんですよというのが同型一体の考え方なんですよねまあそんな薬に精神が入っていくわけなかろうもんってね確かにそういう考え方もあるでしょうしかしね世の中のいろんなものを見ていくと私もそうですよねセイロガンを飲んで頭痛が治るっていうようなことが起きるわけじゃないですか それはなぜですかそれは私の祖母おばあちゃんを信じた心そして祖母の「なんとかよくなってね」「早くよくなりなさいよ」「ばあちゃんがなんとかしてあげるからね」というこの道徳心双方の道徳心が結果を大きく変えたということじゃないでしょうか。これはね今日はあの医療そして薬剤というカテゴリーで話が進んでますけれどもどんな業界やどんな分野にも 当てはまる共通の事例じゃないかというふうに思います。今日は第2項、心身、心と体の相互関係ということでお伝えしました。今日は以上で終わりましょう。またお会いしましょう。